でもこのローソンはいいローソンでした。素晴らしいローソンでした。はい、それはね全然異論もありません。よいしょ。しまった一斉だな。あれかな、観光的に伊勢さんまだ解任してないからね、そのたたりかな。どっちにしろそう、伊勢さん解任してないから今回レベル厳しそうなんですよね。でも1時間走らないといけないらしいですかね。もう真っ暗ですよ。ああこれ他に満喫ないですもんね。ああ個人でやってる満喫なんて多分ないですからね、この辺り。いや漫画喫茶はあるかもしれないけど、ね、24時間のところとかね、ネットカフェみたいなところはないはずです。この道もね新しく放送されてますけどね、あここの辺りは本当走りやすいな。さっきまで言うとだいぶ道よりも道が良くなってますね。うわっびっくりした、鹿か。今映ってました、映ったカメラ。多分目がキラッと光っとったかなとは思いますけど、鹿さんが歩道にいましたね。あれレプリカじゃないよな。うん、あら工事中だ、うん、ほら一気に明るくなった、すごい綺麗になった。わあ、この辺りは道いいですね。ずっとこのままいい道だったら楽なんだけどな。そうは問屋が下ろさないんだろうな。お直角カーブ、すごいな。本当に大丈夫かこの道、まだ今のところ大丈夫だけど怖いぞ。紀州でゆっくりしすぎましたね。いやー飯も食ったしね、いやいい旅だったんですけどね、これ。いや怖い、これまだ道幅あるでいいか、これ道幅なくなったら嫌だな。ハイビームでこれだぞ。おい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 、これはキーンってなりますね。おっとハイビームデフォですよね、こんだけ暗いと。うトンネルあるの、情報が何も出てないですけど、さらに17キロ伊勢まで。あでもあでも結構立派なトンネルですね。よいしょ、明るくはないですけど、まあでもまあまあまあ白色ですからね、オレンジ色よりも白色の方の明るさ感じますよね。あ一応 LED に書いてあるんですね、白色 LED 灯だ。ここは街灯ついてんだ。県道22号線南伊勢町、まだ南伊勢町ですね、道が立ってないところですね。ああ一応ああこの道だったらストーンと出れそうですね。道はすごい湿ってるんで、多分あんまり速度出しすぎると危ないですよこういうのね。2車線ありますからね、片側2車線確保されてますから、まだ走りやすい方の道かもしれませんね。うん、皆さんも参考バス走ってるんですね。ちなみにこの当然ですけど、当然っていうかな、この道走るのは初めてですね。はい、でも多分国道で島の歩数って抜けるよりこっちの方が全然多分
走りやすいし速いかもしれないですね。柳考えてみたら私ちょっと手前で曲がりすぎた感があるんですよねなんですけど多分結果的にこっちの方が速いかもしれません、うん、途中の方のが途中の国道の方のがよっぽど絶叫ポイントがありましたよね。この道あんまり下手者感が全然ないですよね。県道なんですけどね、こっちの方が普通に道快適ですね。ハイウェイ裏切り替えがちょっとめんどくさいですけどね。あ、もうこれで伊勢の快活クラブに入れとったらもう何も言わんと、はい、快活クラブよって、はい、お疲れ様でした、朝一でね、あのでしたっけ、肩でしたっけ、兜でしたっけ、違う、肩じゃなくて何だったっけ、かなかな、あ、カモだ、カモ、うん、ね、朝一行きゃいいやってなるとこなんですけどね。やっぱありますけど、本当にこんなところにバス停作ってどうするんだっていうふうに、聞きたくなるようなところですけど、まあ降りていたところに集落があるみたいかな、あるのかな。集落は、まあ、ただいちょいっちゃダメです。そのまままっすぐ行かないと。すぐか、こういうから。あ、馬が出たな。地元の人かな。まあこの時間この辺り走るって地元の人ぐらいですからね。よいしょ。本当に50キロ制限の企画になってるんやで、だいぶ走りやすいんでしょうね。くねくねしとったらここ30キロ、これぐらいでもうくねくねしとったら30キロ企画になりますもんね。まあ50キロでずっと走っとってもあれになるんでしょう。ああ、でももうこのまま伊勢市なんや。へえ。飛ばしとかあっちの方またがずにそのまま入れるんですね、伊勢市に。へえ、いろんな知らない町がいっぱいです。で、伊勢市街。ミニストップがあるんだ。へえ、任せといた方がよかったんかな、これ。もう8時回ってますよね、これ。内港の方に行くんや、これで。だいぶコンビニも出てきましたね。ここの信号、あれなんだ。待ち時間が横表示になってるタイプのやつ。三重県であんま見かけないですよね、これ。四日市の市街地でもないですし。結構ダイレクトにお伊勢さんの方に出ちゃうのかな。さすがに閉まるよな。10時までやってんだ。ベリー、牛トラが入ってんの？あ、違う、牛トラとは別であるんだ。こっちには牛トラは牛トラ入ってますね。あ、でも、下空と内空の間が変ってことは、もうだいぶ伊勢市でも真ん中の方には近づいてたんですね。あそこだ、これくらいの距離だったら、別にフライト、来れますね。画像メモ代わりってことで覚えておきましょう。ということで、すっかり伊勢まで来ちゃったんで、こっからまた鳥羽方面にね、ちょっと折り返す、ちょっとどころじゃねえな、折り返すという形になりますね。